第4代ツイードデール公爵ジョンヘ第4代ツイードデール公爵ジョンヘはスコットランド貴族スコットランド国務大臣スコットランド民事公訴院主席判事を歴任した第3代ツイードデール公爵チャールズ兵の長男として生まれエディンバラで法律を学んだ後1715年に第4代公爵になり1721年3月7日に スコットランド民事構想員特別判事に任命された。1722年に、スコットランド貴族代表議員に、当選、1727年に再選されたが、カートレット男爵を支持したため1737年と1741年に、当選できず、1742年2月に、首相ロバート・ウォルポールが辞任した後は、同年に、再び当選。 1747年、1752年、1761年に再選した。ボルポールの辞任の後に成立したカートレット内閣では、スコットランド国務大臣として入閣したが、1746年1月に辞任、以降スコットランド国務大臣の職は廃止された。スコットランド民事公訴院特別判事の職も1762年に、 スイードデール公爵が死去すると廃止された。1761年にスコットランド民事公訴院主席判事に任命され、同年にはスコットランド銀行総裁にも就任したが、1762年9月9日にロンドンで死去した。死後、イエスターで埋葬された。1748年5月24日、グランウィル伯爵の娘フランシスと結婚した。 二人は二男四女を設けた。ありがとうございます。